豆腐はできるだけ滑らかにすりつぶします。ラップに包んで指でつぶしても簡単です。人参や玉ねぎをすりおろして、だしと一緒に鍋に入れて煮ます。だし昆布を使うと良いです。片栗粉を水で溶き、火からおろした鍋に流し、とろみをつけます。赤ちゃんが飲み込みやすいとろみに加減しましょう。7ヶ月以降は茹でた豆腐をそのままさじですくってあげてみましょう。